姉川の戦いで勝利を得るも浅井朝倉の討滅には至らず、周辺勢力をも巻き込み戦局は泥沼化していった。そんな中、浅井朝倉への加担を表明し、信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。再三の警告にもかかわらず、比叡山は態度を改めず、雑賀衆までも引き入れて信長を挑発し続けていた。業を煮やした信長はついに比叡山攻めを決めるが、織田家中には反対の声も少なくなかった。比叡山焼き討ち。信長様、言いたかねえが、家中の奴らはみんな比叡山攻めに及び腰のようだぜ。あの寺の権威は当代随一、手を出せば地獄に落ちると真面目に信じてる者も多いですからね。久秀殿はどう思う？そんなだけの権威に何の価値がありましょう。まさしく新たな世の異物、焼却が妥当かと。焼却って、おい、焼き討ちなんかしたら織田家の評判は最悪なことに。評判がどうなろうと構わん。もう決めたことだ。比叡山は浅井朝倉に加担している上、雑賀衆をも引き入れている。雑賀孫一は貴重の仇の一人、見逃すわけにはいかん。三太夫、こたびはお前らの力を借りたいが、どうだ？お安い御用で、万事この三太夫にお任せを。俺のやり方、俺の刃、信長殿と共に。不機嫌そうだね。焼き討ちに決まったことが気に入らないの？そういうこっちゃねえよ。信長様が考えてることも分かってるつもりだ。とはいえ、新たな世を切り開こうってのにさ、やり方がちょっと無謀すぎねえかなって。オイラが天下を目指すなら、もっとこうお祭りみたいによ、賑やかにやるけどな。じゃあねえと、せっかく天下を取れたって思い切り笑えなくねえか？じゃあ秀吉が天下を目指すときはそうしなよ。僕もそういうやり方の方が好みだしね。ほう、じゃあそうすっか。ああ、いやいや、天下を取るのは信長様だっての。この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。山中にある三箇所の塔を制圧しろ。二度と盾つかぬよう焼き払ってくれ。三太夫、手はずは整っていいような。万事抜かりなく。俺の手下には火付けの手だれが揃ってますんでね。この程度か。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。火攻めの邪魔となる敵がいるよ。
先に片付けておけ。開門。俺に任せ。であるか。三太夫以下、伊賀者たちがおらねば、火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。開門。よし、火をつけろ。まずい、大切なお堂に火の手が。なんという非道な真似を、許さぬぞ。開門。開門。先手を打たれたか。みんな出会え。ザコどもが死に急ぐか。東側にも火を放て。邪魔する者に容赦はいらぬ。あんまり気が進まねえが、信長様のご命令じゃ仕方ねえよな。あのお堂は鉄砲兵が守ってるのか。あれじゃ忍びも近づけないよな。やったぞ。これで家計を仕掛けられるな。よし、辺り一帯を燃やしちまえ。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の。承知した。孫一も現れるだろう。だいぶ敵の数を減らせたようだ。片付いたが、こんなことして大丈夫かね。そら焼き払え。火がついたぞ。急げ。こっちに来るな。罰当たりのもめ。開門。あちこちから火の手が。俺に任せ。であるか。いずれここも焼かれるぞ。その前に逃げろ。開門。根本中道の門が開いたようだな。あそこを焼き払わねば、この戦は終わらぬ。根本中道は比叡山の総本堂。ここを死守するのが俺たちの仕事だ。開門。開門。片付いたな。先を急ぐぞ。お見事。我らも役目を果たしましょうぞ。全軍、最下衆を殲滅しろ。ほぼか。ひるんでなどいられないというのに。己信長め、恐れを知らぬのか。害しか生まぬ朽ち果てた権威を何を恐れるというのだ。俺の力の礎となれ。かなう相手ではなかったか。光秀さんの強さ。俺が承知した。見習わないとな。尋常に勝負いたせ。消し飛ぶがいい。この俺を止めようとて無駄よ。敵将、討ち取ったぞ。必
相手ではなかったか。俺に任せ。この武者、わしに付き合い。邪魔者どもは消えたか。そう仕上げだ。火を放て。比叡山が誇る根本柔道が。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。逃げ出してきた敵を追い打て。俺はまだ強くなれる。これで二度と俺には歯向かうまい。乱世に正しきを示すため献身水産。信長の非道を許してはならぬ。続け。であるか。なぜ奴らがここに。捨ておけん。上杉の将を迎え撃て。けどおめが、我ら上杉が蹴散らしてくれるわ。邪魔だては許さぬ。奴らを撃て。すでにこちらまで火の手が回っていたか。天下無双、それほどの力が俺に。敵将、切り伏せた。かなう相手ではなかったか。よっ、お手柄じゃねえか。耐えきれん、引かせてもらう。さあ、かかってこい。ここにいりゃ織田の連中に何をされるかわからねえ。上杉に助けてもらうんじゃ。やつらを逃がすな。敵対する者は残らず撃て。やつら織田の力を侮っていたようだが、これで下手に動けなくなっただろうぜ。織田の勢い、ここまでとは。慎重に進まねば。逃げろ。織田の奴らがこっちに来るぞ。上杉勢と合流する前に討ち取れ。急げ。信長、この手で討つべし。開門。剣心が自ら出てきたか。奴は軍神と称される男。無謀な戦は避けろ。こりゃひどいな。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。逃げられたか。おい信長、金ヶ崎では仕損じたが、今度こそ討ち取らせてもらうぞ。そうか、やはり貴重を撃ったのは貴様か。最下孫一を。であるか。撃て。くそ、俺も焼きが回ったか。
口ほどにもないが、逃げおおせたか。次は奴の雇い主を探り出さねばな。最下級の火星も耐えた。はやこれまで捨て身で参る。信長よ、貴様の非道は目に余る。成敗。相手が軍神であろうと俺の邪魔はさせん。この剣心と互角に渡り合うとは面白い。そなたの武堪能させてもらおうか。行くぞ。である。俺の全てでくれ。逃げ切れはしまい。油断ならぬ相手だ。最大の脅威は去ったようだ。こたび桃地殿の一派が見せた鮮やかな火付け、見事と申し上げるほかありませんでしたな。とはいえ、あの後手の者に最下孫一を負わせたが、捕らえるには至らなかった。織田殿、申し訳ありません。構わん。真に憎むべきは孫一ではない。奴を雇って俺を殺そうとした者こそ貴重の仇だ。確かに、どうにかして突き止めなくては。必ずや引きずり出し、報いを受けさせてやる。
いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。
またいつでもどうぞ。